はい、こんにちは。これはピートビルドの、379というグラスですね。これはアルミ製エンジンフードに包まれたロングノーズ直線調和スターリングを持つ379は、ピータービート製品の中でも最もクラシック調を保っており、未だに同社製品の形存在としてよく売られているトラック。幅広くゆったりとしたキャブスペース、操作性を配慮した設計性もある。前輪の角度50度による優れた小回り性能がセールスポイントである。で、標準カブは119インチの BBC だが、オプションとして127インチも選べ、各種のユニビルトスリーバーが設備できる。防水用準設備でも豪華で、フォームラバーで全面防水用シールしたアルミ製キャブ、3点ラバーマウントキャブサイズ、アルミ製ドアフレーム、エアサス、ドライバーシートなど、カスタム並みだが378は379の軽重量と位置付けの所有や都市間輸送トラクターで、各仕様は379とほぼ同じであるということらしいですね。で、まあ、それが、このピータービルドの、まあ、トラックということです。で、ピータービルドは、ここの、まあ、見えにくいんですが、ここのところがですね、こういうふうに、ちょこんとね、上の方があるのが特徴的な、車になります。で、これはトミカに似ていますが、トミカではないというやつですね。で、これはもともとジャンクでこのようになってたんですが、おそらくはこれレッカー車かなんかとしてもともとはあったのではないかなと、推定されます。ですが、まあ、なかなかの、まあ、面白さというか、ところがあったのではないかなというふうに、思いまして、これはこれでこう良さというかね、特徴的なものがあって、いいなというふうに、感じたね、車でございます。どうもありがとう。